どうでしょう、あのスクイズ、自己採点すると何点ですか？ちょっと打球強かったんで、30点くらいですかね。それにしても見事な集中力の球体でしたね。そうですね、みんな繋いでくれてたんで、監督と相談しながら、ああいう形になりました。この日米野球、これ第4戦になりましたが、本当にいい雰囲気で戦えてるんではありませんか？そうですね、まあ今日、マイケンさんと大地の投げ合いということで、僕ら以上にファンの方が盛り上がってくれています。おい、まさに今広島での戦いになりました。この菊池さんと前田健太投手の戦いは、あの1打席だけになりましたが、見ていますと非常に笑顔が浮かんでいる、そんな対決でしたが、どんな時間だったんでしょうか？まあ懐かしいなっていう思いと、打たせろよっていうちょっと最高の時間でしたね。最高でした。さあ、そんな対決もあり、見事な集中力もあり、これで日米野球は侍ジャパンの3勝1敗ということになりまして、明日の名古屋で勝ち越しがかかるという試合になります。ぜひ明日に向けてお願いします。あと2つ、必ず勝てるように、チーム一丸で、活気のある試合にしたいと思います。見事なスクイズです。